ザブザ。待ってろ、そう時間はかけない。戦闘開始。お前たちの思いは俺の受け取ったよ。ザブザ、アクス、お前たちとあの時戦えてよかった。あの戦いがあったからこそ今の何かはあるんだ。あの時の前を迷ってた。だがその迷いこそお前が人手を渡した。よっと、怪獣馬神の術、人間として死んだ。もうこの世にいていい存在じゃないんだ。よし、この子ごと俺を切るつもりか。どうしてだ、なぜついていけない。ザブザ、お前はあの時ハクを切ることをためらった。だが今は違う。感情のない動物です。貴様らのような平和ボケした忍びは本物の忍びじゃねえ。さよならだ、鬼神教。仲間だなんだ、そんなことを言っている団体で甘さんなんだよ。ザブザ、本当にお前はそう思っているのか。まずは俺にとっちゃ道具の一つに過ぎる。俺のために戦う、俺のために散る、俺のためだけの道具だ。君の実力はそんなもんじゃないだろう。さあ見せてもらおうか、霧隠れの鬼人、その本当の力を。よっと、これで最後だ。大キング総雷神。
戦いはなしにしよう。お前らの死に様と涙はできるならお前と同じ場所に生きてえな。俺もお互いの絆そのものだったよ。あいつら敵だったけど俺あいつら好きだった。俺もだよ。江戸天聖、この術は許せない。まあ俺も熱くなるまで時間のかかる方だが、今回は久しぶりに沸点が低かった。千の術をコピーしたコピー忍者のカカシ、これより通りな通り暴れる。この戦場、俺の予想ならそろそろ。現地の情報部隊から連絡。カカシ率いる第三部隊が江戸天聖の忍びを相手に奮戦、攻勢に転じ敵の殲滅に近づいているようです。よし、やるな。さすがは畑カカシといったところか。まあ当然だな、あいつなら。第二部隊、第三部隊、そして第五部隊の戦闘はほぼ完了したと言っていいでしょう。どの戦場も我々忍び連合が勝利を収めています。思いのほか順調だな。ああ、逆に違和感を覚えるほどにな。奴ら暁はまだ奥の手を残していると考えた方がいいでしょうね。うん、次に動くとしたらダルイ率いる第一部隊が守る海岸線か、それとも砂漠地帯に陣取る第四部隊か。いずれにせよ夜が近くなっている。おそらくは次の衝突が今日の最後の一戦になる。頼むぞみんな。